ダメージ？いや、俺は、そういうこともあるよって言ってるだけで、あと決めるのは自分だからな。うん。それをやれとは俺言ってねえから、そういう、パターンはあるよって。うん。だから今日ダメージは俺に聞いて、あ、なるほどねっていうのはあったはずよ。その中でどれを自分が取るかは別問題だから。うん。やれとは言ってはいない。うん。でもこのお仕事っていうのはジャスミン、この配信業ってこと？どっかな、俺に合ってんのかな。どうも最近合ってねえんじゃねえかな。おう。佐野ちゃん。昔の勢いがありすぎちゃったからな。ああ。大変なんだよ、意外と。枠を開ける前によ。うなは健康じゃない。はっきり言うけど、アルコール依存症の末期、飯を2日とか3日食べなくても平気な人は末期の症状。頼むから病院行ってくれよ。いや、俺、どっか調子悪くなったことないよ。うん。うん。生まれ変わったらやりたい仕事とかあります。仕事か。何をやってみたいかか。あ、なんかね。ものづくりの仕事をしたい。うん。うん。ものづくり。あ、ムーン、お茶手ありがとう。なんかかっこよくね？ものづくりって。いや、調理器具とかじゃなくてもいいんだけど。だから焼き物とかさ。うん。俺結構ね、器とか結構好きなのよ。ナポレオン、俺以前に備前焼の窯元行って、そこで器とか作らせてもらったこともあるのよ。いいなーって、あ、土んこ触ってんのいいなーって。いや、だ伊万里とかだけじゃなくてな、うん。うん。あ、切り子とか？ああ。切り子で言うと、あと沖縄もそうだよな。沖縄の切り子。あれも綺麗だな。ああ。大概沖縄旅行行ったやつ買ってくんだろ、あれ、グラス。なあ。なあ。買わねえ？あとは江戸切子。うん。東京の下町で、うん。各家庭に一個潜んでる。いや、どうかな、わかんない。そこはわかんないけど。うん。使うグラスじゃなくて、飾るグラスっていう感じだよな。ああ。そう思わない？
日常使いじゃない、まあ日常使いできるグラスもあるんだけど、そうじゃなくて飾り、うん。アンティークっていうわけじゃないけど、要するに、ちょっと洒落た感じ。だから、まあ、一軒家で自分家にこんなとこにこんなの置いたらって、そういうの女の人が好きなんだよ。わかるこれ、ナポ。もう、買っちゃうんだよな、あれな。わかる。買いたくなる気持ちはわかるよな。いや、伝統は引き継がれていくと思うよ。そんなに簡単になくなるもんじゃないと思う。そういえば、ジロに登山道具貸したんだね。ああ。この時期に行くってことは、上は絶対に温度が下がるし、気象も、いきなり雨降ったりするから、上下ゴアテックスの俺のレインウェア、青白意外と、俺ほどではないけど、俺の、ちょっとお前羽織ってみって言って、ああ、お前着れんじゃんつって。もしダブダブだったら、あれだけど、あれドローコードで絞れるから。だから上下で、ゴアのやつな。これ、軽いからって。持ってきって。あと、ブラックダイヤモンドのフリックロックのストック、一本貸した。これ便利だから。長さ調節するのに、時間かかんねえから。あとグローブも貸してやりゃよかったかなって。いや、だからナポ、俺は二流品は買わねえっつうの。俺の持ってるもんで二流はないよ。正直。一番高いの買うから、俺は。そんな高いもの。いや、もう、使いたければ使っていいんだ。いいよって俺は言うから。いいじゃねえかよ。安全に登って安全に帰ってこれるんだったらそれが一番なんだ。そのために俺は使わねえものがここに転がってただけだから持ってきゃいいだろうって。邪魔になるんだったら持ってかなきゃいいけど、あったら便利だと思うよって。はいよ、ジャスミー。おはようす。まなざし、アークテリクス？高いんだよ、あそこはよ。知ってるよ。無駄に高いんだよ、値段がな。マムートと同じぐらいの値段はするわな。でも
アークは後発メーカーだよな。うん。山岳用品メーカーとしては。うん。最近知りました。テントがあんなに高価だとは。ナポ。高いに決まってんだろ。いくらだと思ってたんだよ。俺のテントだって相当高えんだからな。おい、佐野ちゃんのテントもう15年ぐらい持ってるけど、丈夫で、あ？あーでも一人用だったら5、6万でいけんじゃないか。うん。一人用だで。何人で使うテントのことを考えてるのか知らねえけど。嵐くん、こんばんは。俺は一人用だから。だって一人で山登って一人でテント張って寝るんだから。うん。だから俺は一人用で5、6万だよ。うん。フルゴアテックスで。よし、氷入れてくるわ。どうやで？うん。15年も、もっとか。16、17年か。うん。まだ一度も修理してねえな。うん。軽いし、丈夫だし。うん。山登ってるときはどんなことを考えてましたか？何も考えない。こんにちは。こんにちは。気をつけてねーとか、そんなことをいつも話して、話っていうか声かけして、うん。この度今年か来年くらいに店を持つことになりました。おお、いいじゃねえよ。何の店持つのよ。いいんじゃねえの？うん、業界が何業界かわかんねえけど、嵐くん。混ぜそば。混ぜそばか。それは何？いわゆる混ぜそばって言われると、中華系の混ぜそばか。あ、フランチャイズに登録して、チェーンの自分が店を出すってことね。今流行ってんだよ、台湾。乗ったな、この野郎。ああ、乗っちゃったよ。はい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 。いいんじゃないの？もう今台湾ブーム来てるから。ちょっと遅かったかもしれない。もう一年、2年前ぐらいでやっときゃよかったかもしんねえけど。うん。フォーとかも出しちゃえばいいよ。なあ。なあ。うん、頑張れよ。ああ。メニューの幅をそのトップから文句言われねえんだったら、それこそあれだよ、ひき肉使ったちょっと辛めのやつとかも出したりとかよ。担々麺とかよ。女子結構好きだぜ。俺思ったんだけど、女って辛いの
平気で食うよな。あれ何？男より辛いものに鈍感なのか。ちょい、女子いる？男は意外と苦手だね、辛いの。ああ、嵐。うん。女はね、鈍感なのかわかんねえけど、だから混ぜそばでも、担々混ぜそばとかもいいんじゃない？で、1から2から3から4から5からぐらいまで作ってよ。で、花椒とかもちょっと使ったりして。花椒って花山椒な。冷やし担々がある。ああ、いいんじゃねえの？俺の苦手なパクチーとかも、ちょっと入れても、女子はパクチー結構食うんだよな、あれな。俺ダメなんだよ。カメムシーってなっちゃうから。本当に。うお、カメムシーって。男はね、だから苦手なんだよ。なんであれ、俺さ、男と女の味覚の、その設定がよくわかんねえんだよ。女子はパクチー余裕なんだよな。男は結構、ウージャンフェンっていうイメージ。あとはほら、なんだっけ？そうめんみてえなやつ。とかさ。あんなの提供するのに、1分茹でりゃいいだけだから。佐野さんのお店やってた時代って、やっぱ店やるってなったら、そんなことないよ。だって俺は縛りがなかったから。店さえ、作っちゃえばもうあとはまあオープンの日を決めてそれまでに何をメニューにしようかなとか考えて、試作してああいけんじゃねみたいな。で、俺、ワンオペだから、従業員教育をしなくてよかったから。人を使うっていうのが、むしろそっちの方が大変かもしんねえな。火事にならないか心配です。俺はそこはすっげえ神経質だから、俺が火事なんか絶対出さねえから。ああ、嵐？そうなんだよ。従業員使うってなると、そこの教育だよな。俺は自分一人だから、自分が分かってりゃいいから、もう自由にやれるわけじゃん。で、その代わり自分が毎日店に出なきゃなん。だから、嵐くんは自分が店に出ない時に店がどうなってんのかって気になって気になってしょうがなくなってってったら気づかれするで。ゲルゲのおかげで、あいつがな、バカだから。あいつは死なねえから。やめろよ、それはって俺言ってたんだけどな。俺の言うことなんか聞いちゃいねえんだよ。アホだから。火事になりかけたなじゃねえよ。俺が死にかけたんだよ。ナポ。火事なったの。自力で消したわ。マジで。とりあえず下の子信用できる人間を一人ちゃんと育てていこう。ああ、いいんじゃねえ？あるし。だから、やっぱり一人
任せれる人間作って、でそいつに徹底的にこうコンセプトも何も全部裏方のことも全部教えて、これはお前にしか言わねえことだからなっつって頼むなって言って任せれる人間を作ればいいんだよ。そしたら頑張ってくれるかもしんねえよ。と思う、俺は。だから俺が東京で飲み屋やってた時もそんな感じよ。十何人かホステス雇ってたけど、ケロちゃんにお前余計なことは他のやつに言うなよっつって、俺はこうでこうでこうやってこういう感覚でやってるからな、あとはお前がうまくやれよって言って、分かったって言って、必ず売り上げは上がるからって。でもし言うこと聞かねえやつがいたら俺に言えって。言うこと聞かねえ女がいたら、おいっつって俺店行ってな、店が閉まるぐらいに行って、おいっつって飯でも食いに行くかっつって引っ張り出して、今日どうだったとか、なんかふざけた話しながら、なんでこいつ言うこと聞かねえのかなみたいな、すぐに首切ったりはしないんで、なんかあんだろうなって思って。そしたら一緒に働いてる女の子と仲が悪いとかなんとかって始まるんだよ。東京はもう一撃で潰したよ。だからね、そっか、おめえなんであいつと仲良くできねえんだって、なんか嫌かって、仲を悪くするのは簡単だよって、仲良くしたらいいこともあるで。あ、面接俺してるよナポ。だってケロちゃん自体も俺が面接したんだもん、こいつ使えんなと思って。でお前ママやれで、店開けたから。30なるしなーと思って、なんかやろうかなーと思って、もう自分がトラック乗ってて上から仕事もらってヘイコラヘイコラしてんのも嫌だなーと思って、ほいで立川に店出したんだけどね。高えな家賃なと思ったけど、まあしゃあねえな、いや払えんべ。さあどうやって女集めようかなとかいろいろ考えたけど、まあ俺その前からいろんな店に飲み行ってて、オーステスのなんかグズグズもいろいろ聞いてたから、そういうやつらに、あ俺今度店開けんだよみたいな、内緒でなーって、って佐野さんやるのって、おーって来るかって言って、そんなんで最初はスタートはみんなよそからぶっこ抜いたよ。大変だったで。俺の店に乗り込んできた、お前、なんかマネージャーとかいたけどな。あんだもの野郎って。てめえんとこはちゃんとやってねえからだろ、こら。つって。もう、俺の30歳の俺だぜ。負けねえよ。あんだやんのか、この野郎。つって。
おいっつって。だからそのホステスはいるじゃわけじゃん。大丈夫だ、俺が話つけていくからって思っててろっつって。思ってたよ、客いいんだからよっつって。いい加減するわこの野郎って、営業中によって、クソはや、何が悪いんだよこの野郎って。まあそんなことは多々ありました。パワーゲームだよな。最後何人も言わなくなったな。まあそのパワーゲームのエンディング終了をもう誰も何も言わなくさせたのは、まああることは俺がやったからだけどね。わかる？うん。ああもう、あ、佐野さんとこちょっかい出すというろくなことねえやってみんなが思ったからじゃねえの。わかる？それはそういうのはしょうがねえんだよ。なんだよこの野郎。そんな文句言ってきたやつが、俺が街歩いてると、あ、お疲れ様ですとか、頭下げてきたら、あ、お前んとこ客入ってんのかよとか、もうそんな感じ。頑張れな。はい、ありがとうございます。面白いぜ。水商売のパワーゲーム。向こうが陰で何言ってるかなんて気にもしてねえよ。何も好きなこと言えやいい。その代わり俺の耳に届いたら後で締め上げてやるからよって思ってたから。あんまよ、おめえよ、余計なこと言うなよって。聞こえたら、お前、話しに来るからよ。30歳の俺は狂犬だったな。もう絶対負けれない戦いを俺は挑んでたもん。マジでこれ俺絶対負けれねえなと思って。ああだって自分とこの従業員守らなきゃなんねえじゃないかよ。十何人もよ、おめえらの食いぶち俺が上げてやっからよ、大丈夫だから。十何人お前温泉旅行も連れてってたんだね、毎年。いいかっつって俺と混浴フェイエロエロエル。まあな、うちのホステスはもう気が知れてっから、お前、混浴に決まってんだろ、お前は。バーベキューやってて、なんか、トイレがないから、どうの、バーベキューつっても別にキャンプ場じゃねえから、普通の河原でバーベキューやるじゃん。ええなもんなのよ、つって。バーベキューやんじゃん。マスティ、なんかトイレがどうのこうのって。なんそっち行って、ってケツまくってやってこいや。いいのって。いいも何もねえよ。やるとこねえんだからよ。俺ついてってやろうかって。来ないで、ってみたいな。ああ、ウケんだけど。面白い。楽しかったな。思い出すと。すごく面白かった。ああ。
若かったな俺。なんか俺無敵だったと勝手に思ってたな。まあここで聞いてるリスナーさんがどう思うかわかんないけど、なんだろうな、もうちょっと謙虚でやってたらよかったのかなって今更ながら思うけどね。なんかな、うるせえこと言われるのは俺嫌いだからさ。まあみんなもそうかもしんねえよ、人からガタガタ言われるの嫌いだろ。はいはいは頭下げながら下ベロ出してりゃいいんだよ。そんな言ってくるやつが自分の人生に何の役にも立ちゃしねえから。そうだろ、結局んとこ使えねえんだよそんなの。仲間ではないからそんなやつは。じゃね、人間ってなんでこんなこと言ってくんのかなこいつって思ったら、すいませんって言っときゃいいんだ、ごめんね。ああ、俺、ちょっと、言い過ぎたかな、もうしんないんで、って。すいません、って、気をつけまーすって言っときゃいいんだ。相手はいい気分になるんだよ。おい、佐野って。お前、あんまり調子乗ってんじゃねえぞ、って。あ、すいません、って。で、裏でな、なんて言うか知ってる？いや、俺あそこのオーナーには、やっぱ逆らっちゃダメだったなーってわざと言うんだよ。絶対話もあるから。佐野がそう言ってたぜって。向こうは気分いいんだよ。そうだろ？あいつよ。いろんなとこで言うの。ほら、こないださ、締められちゃってさ、って、言われて頭下げたんだって、やっぱそういうのはちゃんとやっとかねえとなーなんて言って、本心は下ベロ出してんだよ、バーカってクソだよって、お山の大将でいろよって、わかる？夜の世界はそんなもんだよ。頭を下げねえで突っ張り切って切ってるんだったら、それはいいけど、俺はなんか負け犬みたいに言われても、佐野よって言われてもなんすかって感じ。でもそういうやつが最後は佐野よって言わなくなったんだよ。それはあるきっかけがあったからね。佐野陽が佐野さんになったからな。マジで。ジャキ、なんで佐野さん、佐野陽って言ってたやつらが佐野さんになったか、わかる？いや、さん付けなんかしなくていいよって。わかる？最終手段を俺が使っただけ。金じゃねえ。金なんか使わねえや。K ありがとう、お茶店。水商売やってたら、いろいろあるから、これは、強烈なコネがねえとダメだなと思って。
それだけ。手のひら返しだぜ。なあ、ジャキー。もう、いろんなとこに、そのとこに、なんかお前らやったらよ、って。ピチって、次の日から、サンサン、サンサン。客引きの場所も、俺の店で女が客引きする場所、ここは佐野の店が引く場所だからおめえらやるな。終わり。うん。終了。わかる？ジャキ。金いるでしょ？いるよ。その分俺の店にはお金が入ってくるから。うん。そん、小銭をな、気にするようなやつは地味にやってりゃいいよ。うん。ダメだな、邪気はできないな、俺みたいなことは。腹くくってねえとできねえぞ。うん。三社祭りで、花棒に、おめえは乗れねえな。おい。おい。何が何パーなんだよ。関係ねえんだよ。向かうが必要な時に、必要なだけ出せばいいんだよ。クソが。何が何パーだよ。銀行じゃねえんだよ。アホか、おめえは。そういうおめえは、無理。ナンパ？何言ってんの、お前。サノちゃん、ちょっとよーって、用事あんだけどーって、銭ですかーって。生きてないの。教えてあげただけ、昔の俺を。で、今は違うよ。うん、今はそういう世界とは関わりがないから。ね。よろしく。お寿司が俺が今日生きてるように見えるんだったら、これは過去の話を解説してるだけです。そういう人脈を自分で作ったんですね。そうよ。うん。だって俺の駐車場、路上だけど、いつも止めっぱなしで OK だったもん。止めると、キャバクラのボーイが俺の車のキー取りに来るから。あと、なんか、ベンツとか止まってたら、なんだお前、俺のとこ止めてんだよ、この野郎。どかせ、あ、すぐ移動しますみたいな。クソがよ、ここ俺だろうよ、開けとけよ、ほら。もうそんな感じだったよ、俺。うん。マジで。ここ俺なんべや。なあ、これ、誰の車だよって。すぐどけろ。どこの店だ、これ。速攻降りてくるからね。何乗ってたの？ 34GTR です。うん。
あとは60のベンツも乗ってました。はい、まああんまり俺、うん、乗らなかったけどね。あと E の500か、うん、 S6、 うん、E は、うん、500だった、うん、まあでもすぐ売っちゃったけどね。俺別にベンツ興味ねえから。飲食のケツ持ちってたかられてしんどいって聞くな。それはそいつに実力がないからじゃない、ジャギーなあ。俺無人4つ入ってたからな。いいよーって、俺は言われりゃいいよーって。うん、それができねえやつは細々やってりゃいい。たかられてっていう感覚はおかしいんだよ、ジャキ。共存共栄なんだ。わかるか？うん。35億？難しい？では簡単。簡単なんだ。話は早いんだ。イエスかノーだから。ノーと言ったら苦しめばいい。イエスだったらもうオールオッケーだよ。おお、仲良くしようやってなるから。だろ？あ、よろしくお願いしますで終わりだよ。あ、ラッキーって。あ、じゃあ、あの辺全部言っとくからって。翌日からガラッと世界が変わるよ。わかる？大体よ、もう俺が立川な、立川を辞めてたまたま立川の祭りに行った時に、なんでヤクザモン30人も佐野を出せって文句言いに来んの。俺はもう全カットしたから、おい、佐野ってやつ出してこいって。俺、仇だぞ。ヤクザ30人も来んだぜ。わかるか？話あっから。お前よ、って、何しに立川戻ってきたんだっていう話になったから。いや、たまたま呼ばれたから来たんですよ。いや、呼んでくれた人呼んできますかって言うと、いや、そっちはそっちでって話が始まったから、いや、俺呼ばれたから来たんですよ、なんか問題ありますかって、ただその反転だけはお前脱いでくんねえと困るんだ、こっちは立場があるからって、お前が来てんのはまずいからって言うから、ああ、脱ぐんだったら脱ぎますわ、それで話終わるんですよねって言う。ああ、わかった。じゃあ、上に言っとくから。な、お前その反転はもう切るな。ああ、オッケーですって。借りてる反転だから。いいっすよ。その時だよ、金梅が。おい、佐野って誰だよ。この人ですとか。あの野郎。人売りやがってよ。ああ。俺はビビんないよ、別に。不良が俺になんか用事があるんだったら話はするよ。うん。ああ、つって。おい、金梅、ちょっくら話してくるわ。大丈夫っすか？すいません、大丈夫っすか？何が大丈夫か。バカが。
おめえみてえなチンケな野郎じゃねえんだよ、こっちは。最終局面はよ、話はできんだよ。舐めてんなーって。金梅も俺のこと。まあまあ、小僧だからな。まあしゃあねえな。何にも、キレキレのところを歩いてきてないから。うん。エースいらっしゃい。だから、まあ、放送内では言えねえことなんて山ほどあるんだけどね。だからお前らよ、ちゃんま、放送外で、ちょっと、ディープな話を教えてくんねえって、聞きたい奴らも結構いるのよ。うん。昔の話な。昔話な。いると思うよ。金前の昔話なんか聞きてえとも思わねえだろ。あんなもん。面白くねえんだ。なんでうなちゃんマンが、のうのうとやってんのかを分かっていただけたらそれでいいだけです。はい。俺は家の住所も、ね、全バレして、なんかアンチがな、借りた金返せよとか、お前よ、ヤクザから金借りてて、ね、家の住所もバレてんのに乗っ込まれてねえんだよ。借りてねえんだよ、バカが。舐めてんだろ。あ？追い込み来るぜ。借りてたら、おい、その人と来いよ、って。来ねえだろ。ネタか？俺は金は借りたことはない、不良から。まあ皆さん、俺はなんとかやってます。これからも、多分、みんなのね、こういう、なんだろうな、佐野トークって、他の雑談配信者トークとはちょっとキレが違うでしょ。だから好きで聞いてくれてんじゃねえの？生きった配信者とかも、まあ、いるんだろうけど、まあ、あんまり俺は見ねえけど、そうじゃねえんだよな。俺は別に生きってるわけじゃない。そういう奴らと、なんか揉めたりはしないんだけど、まあ、揉めた時には、お話はしてあげますよ。配信外で。うん。静かにさせることはできますけど、ゴンタ、です。全然。どちらさんですかから始まるから。俺なんかやりましたって。だから俺、南の町だって、そういうもんだってな。裏ナンバーだって、一人でプラプラ歩くんだよ。まあ、ここで聞いてる配信者に言うけど、なんで外に出るときに配信しながら出るのか。怖いからだよ。なんかあったら怖いから配信つけるんだよ。俺つけねえや。へぇ。そうだよねえの？なあ。怖いんだよ、みんな。俺は自分で自由に歩くからな。プラ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 。
うん。好きなとこに行くし。何が怖いの？さあ、今度外配信してる人に、聞いてみたらいいと思うよ。答えはそこにあるから。うん。お寿司さんは、あんまり分かってないのかな、配信のこと。配信何年ぐらい見てんの、お寿司さん。ねえ、年はいくつ？教えて。自分の身分隠してコメント打って、まあ楽しいんだろうな、そういうのが。クズ野郎、おめえと向き合うつもりねえから。俺の家の住所なんかわかんだから、なんか文句あんだったら来いよ、てめえの面さらしてやっから。おいガキ、この野郎、てめえの家、もう家バレもしてやっからよ。おい、やめてくださいなんて言うなよ、小僧。おいおい、お寿司、やめてくださいはねえからな。警察呼ばねえよ、下まで降りてってやるよ、下目取ってやるよ。お寿司ってやつこんなやつだったよ。おい、こら、警察呼ばないでやるよ。だって、じゃあこれコラボ枠にして、お前コラボで上がって映像つけて上がれんの？ねえ、面出して。できねえだろうがよ。ちんけなこと言ってんじゃねえよ。もうめんどくせえな、クソガキが。寝言は寝てから言ってくれ。マジで。うん。もう警察どうのこうのとか、そんなのいいから。静かにしてよ。おめえが文句言ってっからだろ、この野郎。じゃあ黙ってろよ。あ？ほら。静かにしてろ、ほら。ブロックされねえうちに。邪魔なんだよ。誰だおめえ。お寿司、何が怖いの？藁なんかつけなくていいから、何にも怖くねえからやってんだろうが、配信。ええ、何にも怖くないよ。お前が怖がってんだろ。だから、コラボ枠、今から、こんなんな。すぐ枠切って、コラボ枠取るから。お前上がってくんの？面出しで。なあ、聞いてんだよ。答えろよ、クソがよ。話変えんなよ。おい。いいよ。おい、みんな、聞いた？224人。俺、切るで。本当に。